ワンタン麺は麺料理の一つで各地で食べられている食品である。香港、シンガポール、マレーシアのものが特に有名で、関東のものは麺にワンタン、厚いスープおよび洋菜類などが添えられており、普段は要菜類としてアクタランが使われる。ワンタンにはエビ、鶏肉、豚肉のいずれかと、ネギ、製法によってはキノコが加えられる。 英語でしばしばワンタンミーと呼ばれるが、ミーの音はメインの発火語であり、関東語ではワンタンミンと呼ばれる。しばしばワンタンの代わりに水餃子が入れられ、餃子麺と称される。日本のワンタン麺は通常のラーメンのグッドしてワンタンを加えたものである。中国でワンタンは歴史のある食品とも言われるが、ワンタンと麺は類似の点心として、 組み合わせて食べるという習慣は一般にはない。関東省の長州などでは、魚やエビを使った餃子が作られ、つみれを入れた麺のバリエーションとして、麺と組み合わされることがあった。広州の、バクワンタン麺聖火は1856年に創業して一世を風靡したが、1950年に、香港へ移転し、香港において、ワンタン麺を広めた。 香港では1940年代まで、炉とスープを入れた鍋、麺や具を入れた木箱を天秤棒で担いだ、ワンタン麺売りが行商をしていた歴史がある。香港では、通常、エビワンタンと洋菜が添えられ、熱いスープが注がれる。香港のワンタン麺には4つの特徴がある。第一に、ワンタンの中身の多くはエビに、わずかな、豚ひき肉を加えたものか。 純粋にエビのみである。第二に、滑らかで細い麺をアルデンテに調理し、卵麺が調理された時に、独特の味と匂いがしないことが要求される。第三に、ヒラメの乾物から取られ、よく熱したスープを使う。最後に、キニラが飾りとして使われる。最初の2点は独特の、はっきりした舌触りを、後の2点は独特な見栄えを料理に与える。 麺をアルデンテに茹でるためには、調理過程と順序を固く守る必要がある。ワンタンは、最初に料理され、ボウルに置かれる。次に、麺は生麺を、ほんの10秒間茹でた後、冷水で締め、丼ぶりのワンタンの上に入れる。そして、熱いスープを、麺の上から注ぎ入れる。スープは、十分に味わいがあるが、ワンタンと麺の味を邪魔するほどに強くはない。 食べる時にレンゲが丼の底に置かれ、その上にワンタンがあり、一番上に麺がある状態になる。麺があまりに長い間スープに浸かると伸びた状態になってしまうので最高の状態で出すためにはこの手順が決められる。ワンタン麺は熱いスープの中のワンタンや麺と同じだが汁なしの状態でロー麺として出されることもある。その場合には 面の上にワンタンが乗っている。マレーシアのワンタンミーマレーシアではいくつかの種類があり、ジョホール、パハン、ペラ、ペナン、サラワク及びスランゴールなどおのおののにそれぞれのワンタン麺がある。マレーシアのワンタン麺は麺とワンタンが別々の器になる場合があること。比較的スープが少なく麺がオイスターソースで下ごしらえされること。 またチャーシューの薄切りを乗せる特徴がある。マラッカでは麺とワンタンの器とスープを別々に注文することができる。シンガポールのワンタン麺もマレーシアと似ている。麺には洋菜、チャーシューおよびワンタンが添えられている。スープの少ない場合、ワンタンはスープの器と別々に出される。屋台によっては餃子が出され、香港のワンタン麺は関東料理店や 麺料理店で見かけられる。しばしば揚げワンタンが通常のワンタンの代わりに使われる。通常揚げワンタンにはマヨネーズが添えられる。バミーキアオタイではバミーキアオと呼ばれ、マレーシアやシンガポールと同じように一般的で、よくチャーシューを乗せて出されるので、バミミュードエングキアオと呼ばれる。タイにおいて他の麺料理がそうであるように、しばしば唐辛子の鈴木や チリパウダー、砂糖やナンプラーを好みで入れて味を調節する。ほとんどスープに入れて出されるが別皿にすることもできる。日本におけるワンタン麺とは具として豚肉やエビを使用したワンタンを入れたラーメンの一種である。醤油ラーメンや塩ラーメンが多く使われる。ロングセラーのインスタント麺の存在もあり、日本人には馴染みの深い名前のラーメンである。 ラーメン専門店や中華料理店のメニューに載っていることがある。酒田市には著名なラーメン店があり、ラーメン店のサブメニューになっていることがあり、東ワンタン麺などの変種も存在している。ワンタンの皮もラーメンの麺も主に小麦粉により作られるが、製法が違うので、ラーメンへ食感の変化を与える。ワンタンを食べるときに箸を使用し、持ち上げようとすると、 ワンタンの皮が破れることが多いので、レンゲを使用して食べる人が多い。エースコックが1963年8月27日に、スープ別店の即席ワンタン麺を発売した。スープの味付けは、それまでに採用されていなかった、松茸フレーバーを使用して完成した醤油ベースの、ものである。1987年には、味噌味。1991年には、 カレー味のものも発売された歴史がある。日清食品も1965年の8月に袋麺、ワンタン麺を発売している。袋麺の他にもカップ麺のラインナップが多く、マ、ま、ルちゃんのワンタン麺、スタミナワンタン麺などが販売されている。ありがとうございます。